おはようございます。頑張って。おはようございます。ウォーズ新会の越川隆美です。今ね、高校生かな、自転車で東滑川駅に行くのか、あるいはまた滑川高校に行かれる高校生だろうと思います。昨日の街頭演説、富山駅前で、行いましたけども、この街頭演説の時にね、結構若い人も関心持ってこう立ち止まってね、ずっと見ててくれるんですよね。彼らの、ね、心理どういうふうになってるのかなと思います。多分ね、彼らはね、将来に対してこの日本どうなっていくのかな、僕らの、私らの未来ってどうなるのかな、そういう思いを持ってると思うんですよね。まあ、私たちのね、高校生の頃なんてね、そんなこと全然思わなかったですね。もう未来はバラ色みたいな、ちょうど高度経済成長期でしたからね、まあ、一時期オイルショックなどもありましたけれども、まあ、未来はね、日本の未来は明るいという基本的な流れを信じていました。全くの間違いだったですね、これが。今になって本当に痛感します。当時信じていた権威というものが、もうほぼ全て張り子の虎だったんだなということが、この年になって分かったんですね。まあ、遅すぎたとはいえ、それでこういうことをやってるわけなんですけども、少しでもね、変わってほしい、本物に変わってほしいという思いです。で、この彼らもね、私たちの街頭演説、まあ、西尾正平さんの勝手連ということで、街頭演説をやったんですけども、本当に熱がこもってね、彼のこの政治にかける情熱というものは、見たことないですね。既存のいわゆる自民党さんとかね、まあどうなのかな、まあ、いい男がいっぱいいるんですけども、情熱の向け方がね、違うもんね、方向性が、これ市民に向かってると思いますよ。そういう候補をね、出していかないといけないというふうに思うんです。で、今インターネットの中でね、それがどんどん出てきてるね。いろんな政党、既存の政党ではなくて、インターネットからこの政党を立ち上げるという動きが加速をしているように思います。そしてそれもね、まあ、ただ単にこのデマゴーグだけじゃなくてね、デマゴーグで終わってしまうのは今までたくさんありましたよ。だけども組織であってですね、これを作り上げていこうという活動が出てきています。で、まあ、それの最たるものが、まあ、イタリアのですね、五つ星運動ですね。なんとイタリアはね、1年少々ですか、全く新しい政党がこのイタリアの政権を取ったという歴史的な事実が起きてしまったんですね。まあ、その手法というのは、基本的にはインターネットでですね、候補者を全国に募るんです。で、何人だっけな、結構たくさんの候補者ですよ。100人単位もっとかな、まあ、ちょっとごめんなさい、数字覚えてないですけども、で、この国政選挙でですね、一挙に出す前に、候補者をですね、事前の選挙を行うんですね。で、それをインターネットで公開をして、国民の方々に事前にですね、選んでもらう候補者を、まあ、そういうプロセスを経ていくんですね。また寄付金も同様に、そのいい候補者に対してどれだけというような方で、寄付金がインターネットを通じて上がってくる、まあ、そういうシステムです。まあ、これによって既存のね、保守系の政党とか、あるいは、まあ、イタリアは結構共産党ね、強かったんですけども、そういった左派系、関係なくですね、全く新しい、
国民のための市民のための政党が今イタリアの政権についているということなんです。この起源はね、多分欧州にね、その昔ね、海賊党っていう、奇妙な名前ですけども、インターネットを主体にした政党が起きたんですね。そういった流れを組んでいるのかもしれません。いずれにしても同じような動きはですね、多分世界に波及していくんだろうなというふうに思っています。日本はね、なかなか難しいというふうに私も思っていますが、でも始まってるんですよね。結構これどう評価されていくか、私もね、大変関心を持って、その動きをですね、見ていますけども、実際にいろいろ投稿したりね、今後連絡を取り合ったりしていきたいというふうに思います。とにかく今までの仕組みっていうのはね、もう機能しなくなっているということは明らかです。どういうふうに機能しなくなっているのかということをですね、こうやって街頭演説で、またインターネットを通してですね、市民国民の方々にお伝えをしてまいります。この高校生たち、またこの若い人たちのですね、将来、これがないとね、私たちも老後暮らしていけないですからね。お互いに支え合うというような感覚で、今こそですね、新しい日本の将来展望を築いていくということが政治に与えられた最も大切な役割じゃないでしょうかね。今だってそれないでしょ、その日本のモデルが。なんかもうとりあえず対症療法的なことばっかりですよね。これを変えていきたいというふうに思っています。